worth falling for. Oh, and with all. こんにちは、米原太一です。今日はですね、健康トキナのソフトレンズフィルター、コギ A についてご紹介したいと思います。まずはじめにですね、ソフトレンズフィルターってそもそも何っていうところからですね、お話ししたいと思います。ソフトレンズフィルターっていうのはですね、こういう形になってまして、でこれをカメラのレンズにつけると独特のですね、ミストがかかったような光が分散したすごい綺麗な絵を撮ることができるっていうものになります。で、健康トキナさんのですねレンズフィルターっていうのは、この効果のかかり具合によってその名前がそれぞれ違っていて、今回のそのフォギー A に関してはですね、ちょうど真ん中ぐらいの効果のかかり具合のソフトレンズフィルターになります。で、以前ですねブラックミストナンバーワンっていうそのフォギーよりも1個効果のかかり具合が強いレンズフィルターのレビューも上げておりますので、ぜひこちらも見てですね比較していただけると面白いかと思います。このフォギー A についてはですね、健康トキナの公式ホームページでこういう効果が得られますよっていう風に書かれているので読み上げていきたいと思います。天気にかかわらず霧の中で撮影したような雰囲気を表現するソフトフィルター、ハイライト、明るいところですねからシャドウ、暗いところにかけて独特な光のにじみを出して、雰囲気のいい映像を撮ることができますと。で、僕はですね今までこうブラックミストナンバーワンっていう、ソフトレンズフィルターをよく使っていたんですけども、もう少しちょっと効果が薄い感じのものが欲しいなと思って、今回そのフォギー A を購入しました。で、今回ですね昼と夜ですね、特に動画の構成何も考えずに回して、撮ったものがですね、実際撮った映像を見てみたらですね、昼も夜もかなりこう光の具合がですねいい感じで撮れていたので、是非そちらも比較して見てみてください。それではどうぞ。Worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as you. Just as sure as the sun will rise, I'll be there when you need me. With every tear that falls from your. はい、いかがでしたでしょうか。実際撮影してみてですね、やっぱりその電灯とか太陽の光とか強い光源が、ある場合ですね、かなりこう光がいい感じに分散していい感じのミスト効果を得られることができたので、かなりこれは使えるなと僕は思いました。例えば子供を撮る時とか女性を撮る時とかですね、雰囲気をですね柔らかくした映像を撮りたい時はですね、このフォギー A かなり重宝するんじゃないかなと思います。最後にですねスチールも撮ったのでそちらもご覧ください。これはですねフィルムっぽい絵になるように Photoshop で後で加工はしているんですけども、この光の分散具合というかこのミスト具合っていうのが柔らかい空気感を演出できるので、スチールでもかなりやっぱり使えるなとは思いました。はい、ということで今回は健康トキナのフォギー A についてご紹介しました。はい、この動画がためになったなという方がいらっしゃればですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、では次の動画でバイバーイ。